ハンドリング編のステージ1、ボディーサークル左右5回ずつをやっていきます。はい、これのポイントはまず2つ紹介します。1つ目は手のひらの向きが大事です。手のひらの向きがこのようにボールではない方向に向いていると落ちてしまうので、しっかりボールの方向に手のひらを向けてしっかり受け取るようにすると回すことができるので、手のひらの向きを意識しましょう。もう一つは姿勢です。集中して早くやろうとするとボールに揺られて体が左右に動いてしまったり、どうしても前後に傾いてしまったりするので、なるべく姿勢はまっすぐのまま回すように意識してみましょう。できるようになってきた選手の皆さんは、ぜひもっと速くするためのポイントとして、ボールをこっち側に渡すときに少し投げるようにすると速く回すことができるので、それもコツの一つとしてぜひチャレンジしてみてください。